井上マでございますノーミルク佐藤ですやってきましたよミルクサッカーアカデミー今日こちらのコロンビア戦のプレビューでーすうわーうまたやってきます大将戦でございますよ <laughs>、はい、ということでございますよえーえー、えーえー、実在。 変ということで。そうですね。おぼろげって読むんですかこれ？もうかっこいいこんな感じなんですね。はい。肉付きに龍って書くんですね。はいおぼろげに見えてきたこれ家長先生っ長本能。あそうかそこは見逃してました。家長家の。ああ。そうなんですよ。あのどういうことだ？ ちょっとね、森保大成の何たるかっていうのがこの大理事ちょっと見えてきたところがありますのでも見えてきたかいい、なはちょっとそのウルガイ戦のことも踏まえながらコロンビア戦のお話をさせていただければと思っておりますおということで見逃しやってるんで朝番動画出してますチャンネル登録ぜひよろしくお願いしますお願いしますということでまずはこの日のコロンビア戦のスタメン予想を見ていただきましょうこちらでございますはい、出ましたはい左が日本代表右かコロンビア代表ということでございます はいまず左の日本代表なんですが進発予想だそうですはいえ日本代表なんですがモリアス監督がすでにやや明かしてますにスタメンに関してそうですかはいはいはいえそのコメントの一つがキーパーはシュミットダニエルですあそうはいそしてえ二つ目としてがウルグアイ戦から帰るとしても数人ですという発見でしたスタメンに関してってことねそうですねはい で、大体、こういう場合の数人って2、3人指すじゃないですか、ぶっちゃけ。ああ、そうですね。うん。なんで、基本メンバーはほぼ変わらないだろうなと思って、うん。で、ウルグアイ戦から僕、ちょっと変えてみたのは、あの、鎌田選手を田中碧選手、うん。あとは、浅野選手を上田綺世選手、で、ドー選手を伊藤純也選手に変えてみたってぐらいで、あとはみんな一緒です。ああ、はい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 。はい。で、ちなみに、あの、コロンビアの方は、さすがにわかんないので、あの、あまりにも。なんで、韓国戦のスタメンそのまま書いてみました。はい。 はいこんなメンバーでございますと。ははははいはいはい、はいちなみにね、まず、あ、今回、コロンビアはね、ちょっと実は日本と比べると、やや年長なんですよ。はいってのもあの、カタールじゃなくて、あのはい、コロンビア、カタールワールドカップ出てないから、一、うん、個前のロシアワールドカップのメンバー、日本は遠藤航さんだけ残ってるのに対して、ねはい、コロンビア、結局、今回来たメンバーの中で3分の1。 ロシア組なんですよだってこういう場合って結構もうすでに、うん、だいぶ前に世代交代されてもう始まってることが多いんじゃないんですかそうなんですただやっぱりうん、うん、コロンビア若手にもしたかったんだけどやっぱり前回ワールドカップ出れなかったのもあるのでやっぱ元のいわゆるすごすぎるというかやっぱりネームバリューのある選手はそのまま残した上で若手連れてきたなって感じがありました。なるほど立て直そうと、うん っていうことなのからハメスさんとかが次のワールドカップ目指すかといったらちょっと難しいでしょちょっとギリじゃないかなと思いますけど、まあ、現状これあれですか親善試合も兼ねてこうスターを連れていかなければっていう気も使っていただいたんですかねかちゃんとねそういうところはあるんじゃないかとは思います。はいうところでまあどんな試合になりそうかってところを踏まえて今日は見ていきたいんですが。うん、はい、はい あの今日今から今から言うことがマーさんそしてテレビ局関係者、はい、<laughs> えなんですか <laughs> これ絶対聞いててくれ一番気をつけなきゃいけないのこれだからかいことを言いましたねはい,いやマジマジマジ、うん、どうな,なに えー、コロンビア最も展開する気は<え>遅刻です。あ、なんか韓国で遅刻したとか言ってたね。はい、えー、なんと韓国戦はですね、うんはい、結果的に試合前で言うと21分の遅れで済みましたか。えー、そんな遅れたの？あの最終的にあのみんながセかした上でこれだになっただけで。キックオ候には間に合ったの？え、気候間に合ってないです。うわ、最悪。だからもし、えーうん、もし日本でこんなことが起こったら、うん、我々後半見れません。うん やめなさいよ、それはちゃんと。うだから我々一番警戒しなきゃいけないのは彼ら遅刻なんですよ。だって、だってその日コロンビアから来るわけじゃないわけでしょそうあの練習場から何時に来てくださいって言われたのに、<ー>何時に来てくださいの時まだ練習場にいたんです。あまあ、やっぱお国柄とかもあるわけですか。そう。かもしんないけど。あ<か>、なんか時計見間違っちゃったとかいや、でもね、なんか結局ずっとなんかもた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 ,もたされてたっていうのがあるみたいん。なんか遅刻ラフプレーがちょっと心配って言ってたね。 そうなんですよね。ああ遅刻してラップレイの最悪だぞ、みたいなことだってってたね。ねそうなんですよ。<laughs> めっちゃ早く来て、めっちゃ当たってこないんじゃないじゃん反省して。<laughs> <laughs> しょぼん、しょぼーんとして。<laughs> <laughs> もしくは、すごいちゃんとされてた場合は、うん、あの、日本側が、いや、ちゃんといいお金をコロンビアにこう、あげてたとかね、うん、来るとかだしやっぱ、くれぐれも遅刻だけは、って言ってるでしょうね。まあ、だと思いますけどね、うん、普通に考えてね逆にないんじゃない まあねないと思うけどってことで。すよまあまあ、ただそれはさておきってことで、ただね、見たけど、見られなくなるのはジでて勘弁ですから。ちょっと勘弁してくださいっていことで、ここからちゃんとした話していきます。といてことで改めてこんな感じでございますと。コロンビアはどんな感じでやってくるかって言われたら、まずね、え多分この間のウルグアイにちょっと似てる感じになるんじゃないかなと思います。似てるやり方ははいい あのまず結構あの、日本がもうビルドアップでやりますってことを大々的に宣言してるので、ポ、はい、ゼッションやりますっていうふうに、なんで基本的にもう前から来ます。っ、うんうん、ていうか、なんなら代表の関係者とかがののオファーするにあたって、日本はもうビルドアップで来るので、あのプレスで来てくださいっていうぐらいにオファーしてるんじゃないかなとすら僕は思います。だからそういう練習相手になってくれっていうのもありえるんじゃないかなと思うぐらいなるほど,るほど、うん、はい。 ただ、とはいえ、だからもうガンガン来るんだけども、うん、日本のそのビルドアップ隊が、いかにしてそれをだから外せるかってことを見るのが、ウルグアイ戦に続いて、注目のポイントになるんじゃないかとは思います。前回がさ、ほら、やりすぎなまでに、こう、あの、遠藤航さん落として、はい、こう、あのー、サイドバックをこう、真ん中に持ってきてってことを異常なまでにやってたじゃないですか。はい,はい、はい。 でただあ、なんとなくその日本の代表メンバーの皆さんも、あれはやりすぎたっていうふうに、なんかもう反省してるんですよね。しなくてもういい場面でもやったっていうふうにもう自分たちで辞任してるレベルなので、それは今後はやめていこうと。はいはい、で、それをやっぱ仕込んだのがね、あの森保さんじゃなかったです、まあ、さんあそうなのこの戦術をやれと言ったのは、はい、最終的なジャッジはもちろん森保さんだけど、うんうん、ナナミさんでした。ああ、そうなんだ。うん。はい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 。 でも、ただ、これってすごいことで、もともとこういうやり方って、森安ジャパン、いわゆる前回の森安横内ジャパンの時はやってないじゃないですか。新たなビルドアップやってきたっていうところが、今年の武器にはなってるとは思います。ただ、やりすぎたるっていうのがもう分かってるので。れはなんかモデルがあるんですか海外とかに。え、そう、さすがマーさん。思えば、ジュビロナナミジュビロでやってたね。ああ、そうだ。ははあはあはあ。 よくあの、今神戸にいた高橋翔平選手なんかをこう、偽サイドバックとかでよく使ったななんて思うんですけど、思えば伊藤博樹さん元ジュビロですから、そうだ。七海さんと思えば ねなるほどね。つなが,りがっていうのも。かなーっていうのもちょっと思いましたけど、ただなんか、ウルグアイ戦後の練習では、この完全に絶対インに入るだけじゃなくて、こう、オーバーラップする動きだとかも、もうやっぱりやってるんですって。うん、はいはいはい。だから、ある程度、インに入ることもやったから、外のパターンもやってってことで、多分、コロンビア戦の方が出来はインチじゃないかなとは思います。成熟度がね、上がっていきますもんね。はい,はい、はい。そうですね。はいはい、そして、やっていいこととやっ、実戦で。 で試して、うん、今度はより練習を落とし込んで、またね、すり合わせて、今度、転び合わせてどうかなってことでしょそうですね。二年生の意味ですもんね。ですね。はいはい、であの、全員で、僕はあの、はいろんなメディアを通して、いろんな選手の皆さんがコメントしてることを全部こう見てみたんですけど、はい、全員分つなぎ合わせると、なんかね、やっぱみんな同じ絵を見てるなってことが分かる。た素晴らしい。なんか、このウルガイスのやり方をちょっとマイナス目に言う人もいれば、プラス目に言う人もいたりとか、うん、いろんな言い方はあるんだけど、はい それでも思考してるのはこういうサッカーだってことが分かって、うん、ちょっと見ていただいてもいいですかはいはいはい。あの結局、森安ジャパン、この第二次森スジャパンがやろうとしてる形は、うん、ボール保持してるときは、こんな感じになりそうです。おおおおなるほどこれ。はっ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 は。はははは 完全形、<何>逆アイソレン、これ何かというと、はい、もうこれ、今、最終完全形にしちゃったところはあったんですけど、はい、要はこうですよ、相手がまず、まあ、基本的にこう、このね、相手4、2、3、1っていうパターンだったら、はい、こうフォワードの方と、このトップ下の方がプレスに来るんですよね。うん、そこで森田選手がセンターバックの間にこう降りてくる、はい、降りてくるときに伊藤選手はの他このかに中に入るっていう動きをするんですけど。はい セコモリタレつっといて、コワードたちをこっちに釣らせといて、板倉を余らせる。うん、で、その板倉さんは、こう、一人でこう前に運ぶ動きっていうところがあるから、ね、そうそう。はい、彼には、隣で菅原行きなり区にサポートしてもらいつつ、前に上がってもらう。はい、でそうなると、遠藤さんが守備のためにこうやって逆に落ちます。うん、だ一見うだもう、ボランチだった二人が、センターバックになり。はい <laughs> サイドバックの伊藤博樹さんとセンターバックの板倉くんが言うたダブルボランチギリこれは相手掴みにくいですよ。うんうん、そうですね。プラス菅原くんと、あとこの遠藤航さん、これがどういうことってう風になるんだ相手のウィングが一人騙されます。大体、うん、ね。っていうところから、雪成くんは前に行きつつ、綾瀬さん、伊藤淳也さんあたりこの右側でここの3人の連携。はい、これ東京オリンピック時はね、同和、久保建英、林大地とかでやってたじゃないですか。うんうん、だか森保ジャパンの一つのお家芸です。なるほど。 っていう,ふうに右がこう連携してくると大体全体的にこう寄ってくるじゃないですか、はいすはい、全員寄ってきてただ、うん、三笘選手のところだけはこの、ね、相手の右サイドバックをマークしなきゃだめだよなってあやふやになるんですよね、うん、そんなところで連携しているところからこう戻し戻し三笘ですねなるほど、はい、右側で連携取って逆サイドでアイソレーションアタックを三笘君にかまして。 これがやりたいんだなあ。もちろん右から伊藤さんのね、この間見せたようなのも使えますから、これもコーとしてはどっちも警戒しなきゃいけない。そう,そうなんですよ。うん、で特にこれ、三笘君じゃなく例えば左サイドにこれ、久保建英選手が入ったりしたら、うん、今度左にみんなで寄って、右の伊藤選手から行くってパターンもできるし。なるほど あとは、右登板、左久保っていうパターンでも、どっちも連携ができる、どっちもアイソレーションができるって形になるから、日本代表、あまりにもレベルアップしてるなってところは出てきあだから、キーポイントは、ボランチとサイドバック陣がこう入れ替わったり、センターバックが上がってきたりとかっていう。 そうい,うことです、ね、いや、これは面白い。スパイクの色、いろいろなの入ってるといいな。そうですね。わかりやすいから。ねえ<ー><ー>、あとこ、うん、こうやって守備陣になったとしても、例えば遠藤、森田、瀬古とかってなると、やっぱセンターバックに比べたら、やや守備が問題じゃないかって思う人もいるかもしれないけど、そもそも遠藤渡さんって、右、スリーバックの、ね、ック右やってましたし、唯一、この森田選手のところに放られたときが一つ問題ですよ。ボール奪われた後に、キ、はいはい、ュンって。 だけどその時には、多分おそらくはもう一瞬にして、フォーバックに多分なると思ってて、うん、セコ・モ森田のダブルセンターバックで、空中戦はセコが走った、地上戦はモリタで、その瞬間に伊藤さん戻ると。で、く君もボランチに戻るってすれば、結局、フォーバック、伊藤、瀬古、森田、遠藤のダブルボランチ、板倉、青なんてこともできますので、はい、これは守備の強度とかも、基本的には保つことはできるものになるんじゃないかなと思われます 伊藤がどこにいるか、森田がどこにいるか、遠藤がどこにいるかとか見てると分かりやすいわけね。そうですね。それ見てるうち、菅原、ここにいんのみたいなことでしょそういうことです。これで、さっき言った通りですけど、右が堂安でも大丈夫。うんうん、あと、伊藤博輝選手のところが、例えば町田選手とかになっても、基本的には大丈夫だと思うし。たよねそう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 。 他には久保選手がとか、三笘選手とかね、あとは中村啓斗選手ももちろんここは問題なくいけるかなと思うので、ある程度の人選であれば、これはやれるんじゃないかなっていうのがありますね。なるほどね。うん。はあはあはあ。と、このやり方が面白いっていうふうに言ってる選手もいて、橋岡君。これやってみたいて俺のなんか。バックとしてやりたいだろうね、この仕事はね。そう、自分のこれからの成長の糧になるっていう、なんかすごいポジティブな発言。なるほど。 うん、であと板倉選手同じようにこう後ろから運べるっていう意味では藤井君もいるし、うん、あと違ったタイプのサイドバックでやっぱりバングーダガンでカシーフ選手あとは、ね、違う形でこう田中尾選手のところに使うんであれば鎌田選手なんかもいたりするしバングーダガンでカシーフ選手はこ縦突破みたいなのに一つ個性があるんだよねそうだね、うん、オーストからぐんとまくってくるっていうだからそういう意味で今日今回、ねうん、バングーダガンでなんでっていうのはそこなんでしょ そういうことですね。今回はもしかしたら松野選手、うん、あと半田選手、うん、はい、あとバングナガンダカスエフ選手がもしかしたら。出れないっていう可能性もあるかもしれないですけど、はい、今回はあの宿題をもらうのが一番大事なことで、うん。なるほどね、代表で君が選ばれるとしたら、役はこれだよっていうね。 そう。ああああで、それをリーグ戦ではもう一回ちゃんと体現できれば、6月は確実に呼ばれます。なるほどね。そう。で、その時は彼らの本当の電話になりますから。なって面白いお話いただきました。なるほどね。<laughs> ありがとうございます。よくまとまってましたよ、先生、ありがとうございます。<laughs> なんでこんなことがわかるわけですか <laughs> いやいや、取材の賜物いや、うるがいせこいろいろね、見させていただいて。なんで、日本代表は4、2、はあ、4、2、3、1が基本って言われてますけど、はあ 今言った通りでいろんな形で可変したりだとか、うん、あとはまっすぐに見るんじゃなくて斜めで見てみたりするとなんか新しいフォーメーションになってたりすることもあったりするんで、うん、いろんな角度から皆さん日本代表見てみるとめちゃくちゃ面白いポイントあるから<ー>ぜひ探してみてくださいわかりましたでした,した綾瀬選手もね釣ったりね、うん、この間も見事釣り出してましたからあれも狙い通りですからね,ね、うん、よかったなと思ったな JFATV 全部見たわけ ええ、あの点入れた時あの西村選手がね、のクロスを、伊藤選手とまず行ってたわけですよ。まあ、それはそうですよね、クロスのネたね、つ、ね、て、そのあとちゃんと綾瀬にもお礼言ってと思ったんですけど、それ、どうしたかなって言ってるうちに消えちゃったんですよ、であのー、映像が。だけど、試合終わった後一番最初に人が喋って抱き合ってたんですよ。あやっぱ分かってた、パスが来る男っていうのは、そういうの忘れてねえんだなって思いますよねなるほどね。ね やっぱこうギブアンドテイクっていうんですか。素晴らしい。やっぱそのあたりを忘れてねえからここにいるんだなっては思いましたね。いや素晴らしいですね。ね。なるほどいいシーンでございましたね。いや素晴らしいね。はい。試合になりますか。楽しみでございますね。ということで今日の夜はまたあの我々もえどうぞ視聴者の方にどうぞよろしくお願いします。でみんなでワイワイ見ましょうよということでございますね。はい。ありました。ずばり誰が点取る先生。もう僕は痛い。身玉かおる。 ああ見たいね。その形ができればもうもういろんなところがまるっと収まるからね。一島香織の崩しでね、やっぱマイナスに来てます川原田中あたりが決めて面白いですよね。あともう一個ね。これあとねセットプレーでセコが決めるも見たいですね。いや見たいです。だってやっぱり淀高桜スタジアムですからいやそうか大阪だもんね。あそうか。 いや、綾瀬の頭脳も見たいですやっぱ得意の。たいね。手法の一発も見たいです。確かに、これ。でもなんか、こんなところで決めるのが田中をだったりしますそういうことなのよ。そういうことなのよ。どうなりますかはい。はい。ありがとうございました。今夜楽しみです。またお会いしましょう。何時集合え、19時かな。十九時集合でございます。はい、お願いします。チャンネルで詰まってます。じゃんねまたねお昼も雑談やってます。じゃんねー。